メーション、スライドショーの設定について説明していきたいと思います。よろしくお願いします。PowerPoint の特徴としてアニメーションですとかスライドショーというところが浮かんでくると思うんですけれども、特にアニメーションに関しましては非常にスライドを、よく見せるために効果的なものになりますので、そちらのやり方を少しご紹介いたします。はい。で、アニメーションの、設定の仕方ですけれども、こちらですね、PowerPoint のアニメーションのタブにあります、こちらのコマンドを使用していきます。で、この使用の仕方ですけれども、まず、効果を持たせたい文字ですねの部分をクリックしまして、実際にこのクリックが、この、文字が選択されている状態になって初めてこちらの効果が、選択できるようになります。でですね、こちら好きな効果を選んでクリックをすると、実際にプレビューが、つくと同時にこういった形でもう設定がされてます。はい。この状態でもうアニメーションの効果が反映されています。で、実際にですね、この画面をスライド上でしますと、こういった形で、表示されます。で、1回エンターを、クリックでもいいですけれども、それを押すとこういった形で選択した文字が出てくると、こういった形で効果が発揮されます。で、これを利用しまして、自分が、プレゼンテーションしたい状態に、順番を、考えながら、アニメーションを付与していく、そういった形でパワーポイントを作ることもできます。では、今回は1番となっているんですけれども、2番目にですね、例えばこのアンケート結果は最初はまだ公表しないで後から付け足したいといった場合に、この表をクリックした状態で、これですかね、グローとターン、こういった形で、はい、効果を付与しまして、で、この状態でまたスライド画面にしますと、下記は、スポーツドリンクが好評だという結果が出ています。で、アンケート結果、該当で、約2ヶ月間調査したところ、こういった結果になりました。といった形で、観客を誘導するですとか、そういった効果も持たせることができます。こういった形でアニメーションも使ってみてください。他にも今紹介していない様々な、こういった形ですね。はい。効果がありますので、ぜひ触りながら、自分のスライドを、プレゼンテーションと合わせて使ってみてください。はい。で、次にですけれども、スライドショーの設定ですけれども、こちらは、簡単にご説明いたします。まずですね、最初のパワーポイントのデフォルトの設定として、こちらのスライドショーの設定をクリックしていただくと、このスライドショーの設定という部分が出てくると思うんですが、スライドの切り替えで少し注意があります。はい。で、もともとのデフォルトの設定が、こちらのスライドの切り替えがクリック時ではなくて保存済みのタイミング。よく、初めてプレゼンテーションの練習をしたときに、勝手にスライドが進んでしまうといったことがあると思いますけれども、こちらはこの設定のせいです。はい。ですので、自分のクリックしたタイミングでスライドを移動させたいといった場合には、こちらのスライドの切り替えの部分をクリック時に設定してください。はい。こちら他の部分は特には、発表には影響しませんので、これは無視してしまって OK を押してください。そういった形で、自分好みのタイミングで、スライドを変更させることができます。まずこれが一つ。はい。で、あとはですね、こちらですね、リハーサルといったものボタンです。このコマンドをクリックしますと、こういった形で、実際に左上に今、初めのパワーポイントのスライドから始まってるんですけれども、この始まった段階から、この要は時間を測ってますね。はい。これで自分で実際に左上のストップウォッチを見ながらエンターを押すと、スライドが切り替わって発表をして、とどんどんこういった形で
強の練習をすることができます。こういった形で最後までいくと、本当、はい、こういった形でフィードバックもしてくれますので、はい、こういったかで、それも保存することができまして、今までのリハーサルがどれぐらいかかったのかというのが分かるようになりますので、はい、こういった形で練習をすることもおすすめです。はい、以上で、説明を終わります。どうもありがとうございました。